赤星です。どうも、サクサクミルクの赤崎です。はい、よろしくお願いいたします。はい、さあ、今回はラーメン二郎目黒店。久々に、放映となる目黒店でございます。いや、覚えてますよ。行ってまいりました、はい、かなり初期にね、上のスペースがすごいな。すごいですね、上のスペースが。まあ、あの平成最後の二郎の日に私が選んだ、僕が最も好きな二郎です。まあ、以前もね、しまし TV で、そうしかもね、鍋二郎も、鍋二郎もやってますけどね、で食券なんですけども取り忘れちゃったんで、このようになっておりますけども、逆にむずい。まあ、あの基本的なメニューはね、これご覧の通り、まあ小と大で、豚がダブルかダブルじゃないかっていうものなんですけども、結構シンプルな、そう、まあ、今回は大ラーメンダブル豚入りという、行くね、行きますね、着丼してこちらです。あ、うまそう、ね、大ラーメンダブル豚入り、まあ800円、野菜、ニンニク、油、辛め、まあ基本的にマシマシコールもあるんですけど、もうそんなに変わらないんで、今回は通常コールということでやらせていただいております。はいね、さあ行ってみましょう。ちょっとしゃっくり出ちゃいましたけども、もう分かんなかったと思います。そうっすか。豚からいきましょう、はい、僕ねこれね、赤身が多いにもかかわらずすごい柔らかいんですよ、やっぱり目黒の豚というのは、はい、うん、なんでな、どうやって作ってんのかな、すごい気になりますけど、ほぐれほぐれって感じの、あ、ほぐし豚ではないかと思いましたね、はい、まさにその通り、そんな感じの食感なんですよ。あ、ね、本当にね、まあ僕的に見ても本当に神豚とはこのこと、僕は神豚、これが神豚だと思って、あ、なるほどね、まあ、そういう、ね、名前の店もあるけど、まあまあまあ、こここそ神豚だ、あ、そう、はい、そしてそのまま野菜に行きますけども、はい、森が少ないね、この一杯では非常に貴重ですから、この野菜というのは序盤に食いすぎちゃうとなくなっちゃうんで、配分して、そう丁寧に食べていってほしい。さあそしてね、麺を引き出していきますけども、まあ、目黒といえばねこれですよね、この、はい、まあちょっと太めのね、あ、なるほど、激辛麺ということで、デロ麺、デロ麺ではございませんという話を今してますよ。デロ麺が多い、あ、すみませんね、集中してくださいよ、ちょっと、すいません、すいません、三大麺型二郎に入れてますからね、僕、いや、ちょっと存じ上げなかったですけど、あ、そうですか、赤星認定ですか、それ、はい、目黒、新大田、府中、この3店舗は本当に硬いですよ。あ、なるほど、なるほど、まあ、その中でも目黒が僕は一番好きですけど、ね、なるほどね。で、さらにレンゲが、まあ、ないんで、スープは丼用といきますけども、まあ、とにかく目黒はですね、もう思いっきり突き刺すようなですね、コクが特徴的な義乳化スープでございますよね、はい、まあもう言わずもかなという感じだけども、はい、さらにギャバン、ホワイトペッパー、ポンドガン、サンフリーいきますかね、この日、まあ、4月でありながらね、気温が10度下回ってた、あ、寒い日がね、爆寒の日だったんで、こう湯気がまあすごいですけども、熱々麺と胡椒を組み合わせるとまあ美味しいんですわ、これが。またスープいきますね、これ激熱だったんで、普通だったら、ちょっと猫舌の方には苦手な感じかもしれないですけど、結構ね、外もね、なんか開放的だからね、ああ、そうね、そうね、うん、ドアが結構開いてたりしますから、そう、で、卓上返しもあるんでね、これがまた、このしょっぱさと肩太麺、これなんすよ、僕が好きなのは、これなんすよ、これなんすよ、最高の、本当に。ちなみに目黒はですね、はい、本店、旧吉祥寺店、旧旧赤羽店に次ぐ4番目の二郎として1995年にオープンした老舗ということ、そう旧赤羽店、旧旧赤羽店もあり、で、まあこちらといえばですね、このように新世紀エヴァンゲリオンと同い年でして、どこと比べてんの。さらにこういったメンバーとも同い年なんでフレッシュなお店ですね、まだ、いやじゃあなおさらフレッシュな他の店は24歳だよ、まだ24歳、目黒店、比べ方合ってんのかな。まあ、500円で小ラーメン食べられる、あ、そうですよね、そう油が結構少なかったり、まあ、小食の男性からも支持されるのもポイントだったりします、なるほど、さらにですね、ファイナルスープ、やっぱりファイナルスープ、ファイナルスープ、ね、平成最後のラーメン二郎なんで、はい、もうこのスープを5臓6腑に、いい締めとサラダいきましょう。ただね、この後こちらの黒ウーロン茶一気に飲んじゃったんで、カロリーゼロということで、残念じゃないし、カロリーゼロになってないし、せっかくカロリー取ったのにな、ずっと気になったんだよ、このクロウロの価格。あ、会員しちゃいました、やっぱり最後のジロの日は会員でしょ、やっぱりね、最後のジロ、最後のジロ日だから4月20日、経典のね、そうで、マジマジメールはね、まあ 83.6 ですけども、森じゃないんで、ラーメン二郎目黒店は、なるほど、美味しさなんでね、もうやっぱり行って僕はね、気づきました、はい、一番僕の中では目黒です、目黒です、
はい、あれザキさんはどこですか？館内。あ、僕はまあ横浜の人間なんで、あ、一番最初に行った二郎もあの館内店なんで、まあ、館内ですね、すいません。あ、館内ですか。はい、目黒店の動画でこんなこと言うのもないですね。いやいやいや、いいよ、ゴールデンウィーク中多分館内ものすごい列になるだろうけどね。あ、なるほど。まあそんな感じでね、はい、平成最後の二郎をご覧いただきましたということで、はい、令和になっても、よろしくお願いいたします。ごちそうさま。はい、レイ。